何これ、何これ、何これ、あんた、はい、今回も山Pシリーズで、前回がですね、結構ね、あの画像がブレてたんで、画像がブレブレだったんで、今回はなるべく動画をぶらさずに固定カメラみたいな感じで喋り渡してっていう感じで撮っていきたいんで、ただね、ゆっくり歩かなきゃいけないんで、こっちのピントが合わないけど、雲が捕食してる。すごいですね、ヨモギが群生してます。これこの間言ったウドですね。もう若いうちから取っておけば食べれるんですけど、もうここまで成長しちゃうと、もう硬くて食べられないです多分。あ、ありました、なんかの卵、泡なんでしょうね、カエルの卵かもしれない、盛り上がるのかもしれないけど、それかどうかはわからないというね、世の中になってます。それが世の中の仕組みになってますね。で、今回はもうちょっと上の方に上がっていこうかなと思ってですね、フル装備してきたんで、フル装備ってリュックにいろいろ食べ物とか水とか、この間は手持ちで手で持って、やってたんですけど、登ってたんです。今回はリュックサックを持ってきたんで、見えるかな、一応こういう感じで背負ってますよっていうね。これもちっこかったら食べられるんですけどね、ちょっともう取るのが遅すぎて、この花なんていうんですかね、いっぱい咲き乱れてますね。はい、で、バッタを、あ、はい、で、ちっちゃいハエですか、これ、なんですか、ここはもう完全にジャングルですね。はい、違う言葉で言うと、まあ成人男性の股間状況と似てるかもしれないですね。ジャングル的と言って、ね、ジャングル的な、感じでね、山もやってます。毎日。少しずつね。ほっとくとジャングルになるぞって。
やってるんです。山だって人間と同じようにね。そして山も人もきっと人と同じ、あ、山と同じようにジャングルになってくる。毎日少しずつのジャングル、ほんのちょっとのジャングル。ほら、これすごいですよ。大きい葉っぱですね、これは。ほら、この間も来た水辺ですね。谷になってます、ここは。ほら、まあ落ちても大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、雨が降ってきたらね、おお、滑る滑る、ちょっと危険っちゃ危険かな。ちょっとこっちの傾斜の方に渡っていきたいんですけど、この間はね、低いところからこう渡ってったんで、どうしようかな。まあいいや。ちょっと違うルート行きましょう、じゃあ。安全ルート。今日道具を持ってきてるんですけど、ちょっと荷物が重いんで、荷物が重いんで、荷物はね、10キロぐらいあるんで、そんなね、遠くに行けないですね、重くて。即体力。あと、昼食も持ってきました。昼食。昼食ではないですね。昼食は一番私から遠いあれなんです。昼食ですね。ランチ。お、おや、ほら、なんかの穴ですね。ちょっと棒を突き刺してぐじゃぐじゃしてみましょう。何にも出る気配はないですね。おそらくネズミか、ネズミかね、こういった穴を好む、あれか、それとあれですね、もしかしてこのサイズの、クマが、いるかもしれないですね。見たことないですけど。まあ、鳥かもしれないね。鳥はこんなとこ作りますかね。鶏肉は好きですけどね。でも今は不在みたいなんで、不在って多分ね、これ私がこう音出しながら来たんで、逃げてますね。恐れおのい、人の力に恐れおのき、そして山奥のさらに安全な、聖域というかサンクチュアリーにですね入っていったんじゃないですか。おお、雲ですね。うわ、はあ、足8本どころじゃないですよ、これ。
まあ、8本ですね。でもこれは1、2、そうですね、8本ぐらい、曇りだから雲が出てきたんですかね。これはちょっと南国を彷彿させるような、こっちの方は初めてです。でも初めてだけど木が少ないですね。こっちはちょっとね、地面草っぱが少ない、日当たりが悪いところかもしれないんで、太い木を見つけました。わ、太いでしょ。なかなか僕の手がこんくらいなんだ。すごいですね。ちょっとじゃあここで記念撮影しましょう。よいしょ。ここで休憩しましょうか。しっけ。そこで休憩。あんまりカメラを動かすと見づらいってことが判明したんで、なるべく固定カメラで撮っていくようにしたいんですが、もうね、登り始めてから1時間ぐらい経ってるんで、結構ね、こちらとしてもですね、体力が、これに名前を付けましょう、この木に、何がいいかな。これは何がいいかな、やらしい木ってやらしい木で、はい、やらしくもないですけどね。この間撮ったやつの方が十分やらしかった。ここでちょうどね、こうカメラではわかるかわかんないと思うんですけど、ちょうどね、この奥あたりですね、それがこの間まで行ったとこ、こう木、折れた木があってっていうとこなんで、で、これ谷なんですけど、ここが、この谷を渡って、そっち行ったんですね、前回は。で、帰ってきたんですよ、ずーっとこう。今回は谷のこっち側をさらに登っていこうっていう感じなんで、まあ U の木でいいですか。じゃあ U 字になってるんでね、これ U、 ほら U ちゃん、 U ちゃんにしましょう。これね、うわあ、じゃあもうちょいと U ちゃんから登って軽くね、でそこで昼食にしましょう。はい、じゃあアイテム紹介で、今回は水が2リッターぐらいと、そうですね、この分入ってないからね、2リッターと、あとバッグですね。バッグはあれ、紐とかロープとか、あと網とかですね、網とか、あとなんか謎の木、これまあ熊を撃ったね、で、
ていうね感じで、するやつ。あとここで昼食しようかなと思ったんで昼食を持ってきました。はい、たこ焼きですね。たこ焼きを売ってきたんで、まあこれ食べて栄養つけてっていう感じで、ちょっと片手なんでちょっと汚く見えるかもしれませんが、これたこ焼きですね。まあこういう風にも使えるんでねという感じです。じゃあ1個食ってみましょうか、ちょっと待ってね。これ撮影しながらっていうのがまた大変なんですよね。じゃあ1個、はい、山で海の幸を食べるってのは贅沢ですね。本来ならね、取れない食べ物ばっかりですからね。タコが入ってますよね。山でほらこの辺でバー、タコは歩いてないでしょ。まあ里の方に降りてくとタコみたいな顔の人いっぱいいますけどね、まあ、タコ親父とかね。うまい。まあこんな感じでたこ焼きと水、はい、一応エネルギーになるものこれしかないんでこれ以上の体力は使えないんで、まあ微妙に体が調子良くなってきたなと思ったら計算しようかなと思います。エネルギーがなくなってきたなっていう時から計算したら危ないでしょ。なんでという感じにしたいと思います。今回カメラかなりいい感じだと思うんですけど、あと人だと離れてるんで結構こう声を出しても、ね、別にタコ親父に聞かれてなかったり、聞かれる必要もないですからね、聞かせる必要もないですけど、ね、いただきます。はいはい、平らげました。じゃあゴミはね、当然のことですけどゴミはこれね、全部持ち帰るっていう感じで、ただね持ち帰るだけじゃなくって、ただ持ち帰るだけじゃなく、まあ自分が持ってきてない他のゴミも一個拾っていくように心がけてるんですが、この辺はねもうあんまり人のゴミも落ちてない綺麗なとこなんで、まあ雑木林ではありますけど、なんで今さっと探してもね、ゴミが見当たらなかったんで、まあ今回はやめますけど、ないんでね、じゃあこの葉っぱについた、じゃあこれなんかゴミ、綿ゴミ、じゃあ一つねこれ持ち帰って、うわー気持ちいい。ここちょうどね、今追っかかってるのは実はゆうちゃんなんですよ。ゆうちゃんがねちょうど山にこう斜めにかかるように立ってて、こうちょうどいい背もたれになってるんですね。まあ、このまま
寝ても寝たいぐらいのレベルですね、ここで。ただね、野生動物ね、野生の動物たちが虎視眈々とね、まあ私のこの食べかけのね、食べかけても平らげたけど、この匂いに釣られて、ほんで襲ってきたりするわけですからね、可能性もあるでしょ。でもそうなってくるとね、こっちとしてもほら、熊殺し、やっぱね、熊殺し、まあ熊は殺したことないけど、殺したことないんだけど、まあ熊殺しっていうね、あの異名で、ほら学生時代はね、熊殺しって言われてたからね、あの血芸がね、血芸の状況が熊みたいだっていうね、熊もびっくりして死ぬほど濃いっていうね、そういったあの熊殺しっていう、毛の状況がね、毛の状況がもう殺すぞっていう感じのね、ね、高いところに登ってきてもやっぱり滑ってるんだな高いところに登ってきたから、あの滑り落ちてるのかもしれないですけどね、クマが出てくるかもしれないね。ほんとね、そのクマを、クマが一番怖い。カモシカとか、これサルとかキツネとか別にね怖くないんですよ、野犬です。野犬とクマ、これだけ、こいつらが怖いんでね、気をつけたいと思います。はい、じゃあ一点切りますね。あ、切る必要ないか、もうなんか疲れた、たこ焼きたこ焼き食べたらもう疲れちゃった、うん、疲れたっていうか、ちょっと1、2時間ぐらい休みたいんだけど、うん、なんか安全でゆっくり休める場所があればいいんですけどね。まあ、ゆうちゃんのこことか、この U 字登れるかな。今度ロープ持ってきて、ここに登ります。ここに基地作りましょうか。でも勝手にね、そういったやってもね、あれだね。この U 字のゆうちゃんのとこで休めれば、まあ熊は登ってこれるかもしんないけど、まあでもほら、登ってくるときガリガリって音がするから、それで眠ってても目、あの気がついて、ほんで上空から撃退できるしね。なんかこういう、こういうさ、こういう木みたいなやつとか持って、それでこう、はい、なんかね、ガが、普通に座ってたガが止まってきましたね。ガも止まってきたし、蚊、ヤブ蚊みたいなが結構集まってきました。一応ね、虫除けは体に降ってきたんで大丈夫とは思いますが、ガがね、私の長靴のあれで、やってると、いろいろね。あとこれ、これはね、エビよけっすね。まあこれ巻くといいんだけど、この葉っぱを、葉っぱの部分を巻くといいんですけど、ヘビってタバコの葉っぱの匂いが嫌いだっていうんで、まあ、これ帰りは持ち帰りますが、こうやってね、適当にこう巻いとけば、この辺からヘビがまあツッ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 と来て、ここでね、ガブッとかね、ならないように一応まあ置いてます。これヘビ除けですね。ただまあガは来ちゃうんでね、まあいつ頃帰るのか、ここで休憩しますわ。かわいいですね。あっ、お、俺の水を飲む気か、お前。うん、いいよ飲んで。
ちょっとぐらい。これなんかこう表面にこう水滴がついてんじゃん、これ水の。これペロペロしてんじゃないですかね。いや飲んでいいよ。水道水水道水だけど。わかるんですかね、虫って味、水の味とかね。さすがにゲップではビビんなかったみたいな。ダメだ、もう動きたくない。でね、これ背もたれするのはいいんですけど、これ背もたれのところにね、微妙に多分虫がいると思うんで、まあ長袖着てて2枚着てきたんで、今日は服なんで大丈夫とは思うんだけど、家帰ってからかゆくなったら嫌だなっていうね。金玉は夏場になると別に山とかそういったこと来なくても必ず金玉痒くなる、陰菌になるんですけどねまあこの山にも陰菌の菌はいるんですかね、いるんでしょうね。どっかしらにこの辺とかにさ、こことかに陰菌の菌があって、ちょうどなんかの拍子でこの菌がこうね、股間にピッ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 ってついちゃったら、あれ夏にひどい陰菌になったっていうね、話になるかもしんないじゃん、ね、そうなったら困りますよ。何か陰菌に効く薬の代わりになるものとかも落ちてたらいいんですけどね、なかなかね、そういうのも分かんないからな。よもぎの葉っぱのつゆでもつけときますか、ね、緑で絞り汁、よもぎので、微妙に首とかも痒いですよね。もう多分こう皮が集まってここに塗ってきたんだけど、虫除け、探索する、もうちょっと結構疲れちゃったな。この間とやっぱ、なんでこの間あそこの時点で帰ったかっていうと、ちょうどね、疲れが来るポイントなんですわ、ね。疲れが来るポイントだったから、あそこ同じね、ほら、さっきも説明して、この間これ谷挟んであっちの方に行ったんだよって言ったけど、ちょうどね、同じ距離ぐらいで疲れてるんで、もうちょっと入る?入ってもいいけど、もうちょっと入るか、じゃあ。動画が長くなっちゃうからな。よいしょ。ゆうちゃんさようなら。またね。よし。ちょっとやっぱもうちょっとゆっくり休んだんで、もうちょっと入ってみましょう。ラジオとかぶら下げてるといいんですけどね。本当は。お、倒木発見。これ雪の力かなんかで折れたんですかね。もしかしたら。腐れが来てて落ちたのかわかんないけど。さっきからね、なんか面白い葉っぱ見つけたんです、ほら。これ何なんだろう、クルーンとなってる、ほらここはクルーン、まあ大体ね、これ、あ、取れちった、ごめん、取れちった、なんだろうね、これクルーン、これをいっぱい見つけたんですよ、こういった。いつもね、ごめんね、抜いちゃって。一応刺しとか。一応ね、毎度毎度、
これなんだろうって草木がこれなんだろうっていう風に、なるんだなって家帰ってきてから調べたりするんですけど、結局ね、画質が悪くて分かんないんですよ。よく分かんないような状態で、ね、険しいなー、これ危ないですね。この下に来てね、脳天にガーン落ちてきたらね、もうね、頭かち割っちゃうんでね。いいですね。ここはちょっと日陰になってるから、この葉っぱがあんまり育てないのか、なんかあんまりヤブになってなくていいですね。うん。ただ木は折れまくってますね。ね、ほら。お、ちょっとあんまり下には行きたくないが、ちょっと気をつけて。で、お、滑る。ほら、根こそぎ折れてますよ。根こそぎっていうか根元から腐った木なんでしょうかね、これ。熊よけの鈴とかもあるんですよ、本当は。鈴はね、でも鈴の方がいいかな。ラジオとかね、ラジオぶら下げてとか言うでしょ。よし、じゃあ谷の状況を見てみましょう。うわ、ここはでっかい葉っぱのヤブになってますよ。ほら、でっかい葉っぱの海。これね、この葉っぱこんぐらいでかいっていう、ちょっと湿気して、しかもチクチクするやつね、これ。チクチクッパね、チクチクッパね、チクチクね。うわ、ここは結構深いですよ。深いっていうか、すげえ。たぶん静かだな、ここ。急に静かになるよ。ここ間伐してる跡があるんで、人が入ってきてるってことでしょうね。ね、歌ってる鳥がピピ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 。いや、空気が違う、ここは。なんだろう。空気が澄んでる。よし、じゃあこの谷のちょっと降りて、結構もう疲れてるね。倒木もほら、これ危ないでしょ。またウド発見した。ウド林ですね、ここ。ほら、これもいつね、倒れてきてもおかしくないですよ。で、でだ。うん。お、ここに木の端がかかってますね、ほら。いや、これは渡り。まあ、落ちてもだって、
落ちても1メーターないですもん。ないから別に怪我とかはしないんだけど、砂の塚みたいになってますよ、そこは。ここだけなんか空気が違う、なんかね、新鮮な雰囲気ある。すごい静かで、しかも空気が澄んでて、あとね、軽くめまいがする。これは渡り、危ないから渡らないでおこう。つっても落ちても1メーターぐらいなんですけど、渡る？これ撮影しながらこれっていうのはね、大変なんですよ。ちょっと FPS 風になってんじゃん。うわ。あ、その木の上はそんなにヌルヌルしないですね。よいしょ。土がえぐれちゃってんですね、これ、ほら。あー、なんか、土砂崩れってやつですよ、これ。はぁ。多分ね、ほら、これ木がこれ、ほら。これ木の根っこがこうなって、ちょうどこの谷にかかるように倒れてきたっていうことですね。自然の橋ですね。で、ここに食べられる植物が結構入ってますね。よいしょ。じゃあ一旦、これは何ですかね。なんか食べられそうな匂いと、ちょうど大根の葉っぱみたいなやつなんですけどね、ここに生えててポロッと落ちてたね。よいしょ。中空洞ですね、これ。これなんだろう、いっぱい生えてる、この辺に。食べられそう。後で調べますね。猛毒だったりして、帰ります。切りないですよ、これ。ちっちゃい山の連続なんで、頂上ってのはないのかもしれないな。これまた越えたら、だってまたちっちゃいね、なだらかな山が連なってるって感じなんで、まあいいか、帰るか。果てし、あ、キノコ発見。もうこれは何でしょうね、あの、食べるとおかしくなっちゃうやつですかね。あ、これ知識がない人は取んない方がいいですね。むやみやったりと、そういったね、わかるやつだけでいいんです。ああ、帰るのだりどれ。じゃあゆうちゃんとこに戻るか。ゆうちゃんとこはこっちだ。クチクの葉の畑ですね。これも後で詳細調べましょう。動画には載せないけど、自分で調べて、納得するだけです。苔ですね、これ。苔。苔に仕上がってる。じゃあ帰ります。ゆうちゃんのところまで来たんで。帰ります。なんかあの、こういった感じの葉っぱ、こう茎に
葉っぱがこう巻きついてるのの、これは違うと思うけど、こういった形状で、あのケシの実があれ違法というかが自生している場合があるっていう、それ最近見ました。これは何なのか、これは違うと思うけど、こういった葉っぱの形状ですよ。こう茎に巻きつくような形の、って最近調べたんだけど、これは葉っぱの形がね多分違うと思うんで、本当そうだったしここだけ一本、あ、ここにも入ってる、ほら、こういった葉っぱの形状のやつ。大丈夫な、あの観賞用のやつはそういったあれになってないですよね、確かね。結構入ってるんだここ、ちょっと後で調べてみます。自生してる可能性も、こんなとこには咲かないでしょ、だってねえ、ゆうちゃん。これこの間見つけた赤い実のやつなんですけど、葉っぱをよく取っていかなかったんで、よく分かんなかったんで、今回きっちり取っていきますね。今こんな感じになってますね。で、葉っぱがこれで、茎はこういった形状ですね。よいしょ。硬い。これ何かな？この間雑に取っちゃったんで、この辺いっぱい入ってるんですよ、ほら。いっぱい入ってるでしょ。葉っぱはね、あのクリスマスの、ああクリスマスに使うやつあれなんて言うんだっけ、クリスマスにクリスマスカラーですね。葉っぱもほら、あのギザギザで、でこういう、あれですね、こういうのもついてて、で実はこういった感じになってると。なんだろうこれ、この辺いっぱい入ってる、それ実はなってないけど、ほらね、まあそれだけなんだけど今度はわかるでしょ、葉っぱがギザギザで実がこうなってて、で茎がこう硬い、低い木みたいな、木、あ、木ですねこれ、木、ほら木です、低い木、低い木みたいですし、ウドですね、これウドの成長しづく、もう硬っ、木みたいなこれとちょっと食べてみます、多分食えねえと思うんだけどいいか、また来年柔らかくなってる時に食べますわ。ちょっと入ってくる時期が遅かったですね、もうちょっとね早めに入ればまだ柔らかくて、あのこんなに成長する前に取れて、大量に取れましたね、ウドだったら。失敗したな。いや降りてか、いや今度こそ帰る。ほらここにも入ってるもんだって、ほらここにも、これ群生してる、ここにも、あそこにも、まいったな。